Just got an important letter. It looks like we've got a rampage on our hands. That monster is known as Magnum Malo. Take this! After it! Got it. You're done for! Have a taste of this! This is for my fellow hunters! Shall we go?最新作「モンスターハンターライズ」いかがだったでしょうか。タイトルにつけた「ライズ」にはハンターがフィールドを自在に駆け上がっていく軽快なアクションのイメージ、そして世界中でたくさんの方にとって熱く盛り上がれるゲームにしたいという思いを込めています。モンスターハンターシリーズは雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームです。第1作目が発売されてから16年が経ちましたが、本作は任天堂スイッチの特徴でもある手軽さを生かし、いつでもどこでも誰とでも気軽に楽しめるモンスターハンターをコンセプトに開発を進めています。それではゲームの紹介をさせていただく前に、本作のディレクターを務める一ノ瀬に登場してもらいます。皆さんこんにちは、一ノ瀬です。よろしくお願いいたします。それではまずアクションについてご紹介いたします。本作では崖の上や高台などフィールド上のあらゆる場所に移動することができるようになっています。これらのアクションができるのは実は虫のおかげなんです。これはハンターが携帯しているかける虫と呼ばれる虫によって繰り出せる新たなアクションで、さまざまな場所への移動が可能となっています。さらにこのかける虫は攻撃と組み合わせることで多彩なアクションが可能です。お好みの武器で本作ならではの攻撃をぜひ体験してみてください。かける虫による新たなアクションが加わることによって、移動や攻撃などのバリエーションも増え、軽快なアクションを楽しんでいただけます。続いてはフィールドのご紹介です。すべてのフィールドではクエスト出発後は一つのシームレスなフィールドとしてプレイいただけます。また先ほど紹介したかけり虫を活用できるフィールドを用意しています。先ほどの PV にも出てきた今回の新フィールド、タイシャートを少しご紹介します。スタート地点のキャンプから山を駆け抜けるとメインのフィールドに降り立ちます。このフィールドの特徴として名前の由来になった社の廃墟が点在しています。あまり詳しくは紹介できませんが、フィールドに様々な発見を散りばめていますので、じっくりと探索しながら遊んでいただければと思います。続いては新しく加わったお供のガルクについてご紹介します。このガルクはハンターを背に乗せ駆け回ることができます。さらにガルクで移動している間は
ハンターのスタミナは減らず、どこまでも高速で移動できます。移動中に回復などの行動や一部のアイテムの使用も可能です。ガルクは攻撃タイプのお供としてさまざまな形でハンターをサポートしてくれます。そしてもちろん本作でも登場するアイルーは援護タイプのお供としてこちらもハンターをサポートしてくれます。一人プレイでは2匹のお供を連れていけますが、その組み合わせは自由です。マルチプレイではハンター1人に対して1匹のお供を連れていくことができます。続いては今作から登場する新モンスターのご紹介です。まずは本作を代表するメインモンスターマガイマガドです。まだ全貌をお見せすることはできませんが、オンコリューという呼び名からも想像できるようなマガマガしさをまとった我流種になります。続いてのモンスターはアケノシルムです。このアケノシルムは特徴的なトサカによってハンターに攻撃してくる潮流種です。トサカの形状を変化させハンターたちを襲います。こちらのモンスターは潮流種のおさえずしです。三位一体で行動する特性を持ち、ハンターに一斉に飛びかかり連携攻撃を仕掛けてきます。この攻撃をいかに防ぐかが狩りのポイントになります。こちらは妖精種の四つ身和道です。砂利を飲んで体を巨大化させハンターに突進してきます。体の変化によって攻撃も変化するので、対応方法にも変化を求められるモンスターになります。四つ身和道と青柱が争っていますが、モンスター同士の争いから新たな遊びが広がるよう開発を進めておりますので、こちらに関しては続報をお待ちください。もちろん青柱以外のシリーズモンスターたちや新モンスターもまだ登場しますので、今後のモンスター情報にもご期待ください。次は本作の拠点についてご紹介します。カムラの里と呼ばれるこの里が本作の拠点になります。もちろん武器や防具の加工屋などハンターに必要な施設は揃っていて、個性豊かなキャラクターたちが暮らしています。本作の物語はこの里のキャラクターたちと展開されていきます。 I just got an important letter. It looks like we've got a rampage on our hands. 百竜夜行についてもまだお知らせできませんが、新たな体験を目指して制作していますので、今後の発表をお待ちください。ここまでご覧いただきありがとうございました。最後に発売日と商品内容をお伝えします。 PV でもお伝えした通り、発売日は2021年3月26日金曜日となります。通常版に加え、おすすめのダウンロードコンテンツのセットを合わせたデラックスエディションを同日に発売します。そして数に限りはありますが、全ての商品に限定特典としてお供ガルクとお供アイルーの重ね着装備と初心の御席がついてきます。加えてモンスターハンターライズのご覧の3キャラクターのアミーボソフトと同日に発売いたします。このアミーボによって特別な重ね着装備が入手いただけます。さらにいろんなアイテムが入手できる福引きに毎日チャレンジすることもできます。詳しい商品概要については後日皆様にお伝えします。ぜひソフトと一緒に手に取っていただければと思います。また同時に発表したモンスターハンターストーリーズ2との連動要素もご用意していますので、今後の情報にご期待ください。モンスターハン